Hey! ヒップホップステーション。今回はね、すげえサイプレス上野さん、最高のゲストだったぜ。それでね、ちょっとね、サイプレス上野さんのヒップホップステーションの感想を聞いたり、そして最後、あの PDS が破壊するコーナー、見てくれよなへへへ。ヘッダーレ警察サンキュアルヘイパーステーション集めるメーション YouTube でオンライン配信 You better stay tuned ワーワーに Wi-Fi で発信するフレーズあっという間だったね。ありがとうございました。あっという間でしたね。危険なフリースタイルも。今日は一番危険な回だったと。いや、やっぱね、六本木と来たらね。ねえ、やっぱ、ビルしたよね。ビルね。いろんなこと学ばなきゃいかんか、俺ら。破壊したくなりますよね、本当に。ボーッとね、そこでね。ビオフェルミンとか飲みながら。最初のハプニングもあり。ハプニングあったね。危険なフリースタイルもあり。パワフルな回でしたね。本当に。もういろんなパワーいただきました、今日は。呼んでねえのに、呼んでねえのに、あれと違うじゃないか。呼んだら出てくるって言ったのに。いつに来いって言ったじゃないですか。僕、わざわざ初石から来たんで、千葉県の。そうなんですよ。とりあえずエンディングの方しか呼んでもらえないんで、僕出てなきゃ。しかも、上ちゃんも一体誰だったのみたいな。お互い誰だったみたいな。今日、ラップかっこよかったでしょ。かっこよかったです。今日はいかつくて。よかった。俺もなんか、前までは全然ヒップホップ全然知らなかったんですけど、ちょくちょく呼んでもらって、だんだん好きになってきました。確かに。お、じゃ次なんかバトルしたいっす。バトルしたいっす。ちょっと結構今回濃いね。でもね、この間でダテクにラップ堂で教えるやつやったんで。あ、座っちゃったんで。勝てる可能性あります。勝てる。あ、で、こっちガチのチャンプだから。本当に優勝したいから。足元救われますよ。これが YouTube です。いや、素晴らしい世界。これが YouTube。すごい世界だ。ラッパーって B ボーイなんですか。ラッパー、ラッパー B-Boy。 まあまあ、大体大体なるほど。時は俺は B-Boy だぜって言うんですか。いや、ラッパー B-Boy でしょ。あ、B-Boy。 B-Boy ってなんか俺スケボー乗れるイメージがあるんですけど、みんな乗れます。スケボー、スケーター、スケーター、スケーターだよね。スケーターだね。B-Boy はあと、こう、キッポ、こう、できる。おー、ダンスできる。ダンスだよ、それ。おー、おい。すごい。どこで覚えたの、それ。いや、あの、ブレイカーの B-Boy。あ、教えてください。おい。それがね、それが B-Boy だよ、でも。おー。え、じゃあ俺もちょっと B-Boy じゃないですか。もう十分 B-Boy。もう十分。十分、十分、十分。今度 B-Boy の服着て、こう、なんか、ギャングスターみたいな感じで。急に消えてる。俺もこんな、こんな騒がないやつやる。また来てください。ああ、もうぜひぜひ。もう呼ぶんで。久々に会えてよかった。いや、俺も、ありがとうございます。じゃあ頑張りましょう、みんな。なんで締めようとしたの今。絶対その仕事じゃねえだろ、みたいな。ではまた次回ヒップホップステーションで会いましょう。では、シーヤー。かぶって。バカみたいだろ、アホみたいだろ、やらなきゃいいのにまだやる。だってまだ先が見たいだろ、この瞬間。ロマンを求めるダメで当然だから面白い。少し変わって大きく戸惑う揺れる気持ち証拠になりそうな気がするから。